I'm putting away my pride. I don't care who's wrong or right. Oh, somehow you got me so magnetized and I love it. You bring all my dark to light, light. I used to be jaded, testing my patience. Some people walked in and out of my life. But you is so different. This time I'm all in it. Thoughts of the future of you crystallized. Now you're breaking down my walls. I've never found love with no ego. You're stitching up my scars. Forever's just a start. Yeah, here we go. No ego. No, 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 no. No, 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 no. No ego. No, 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 no. No, 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 no. Now you're breaking down my walls. I've never found love. No.
のルルーシュとコブマスとアイボロブのショーをご覧いただきました。はい、すごい。最後ね、歩いてたあの リルーシュ君、うん、あの方は一体ね、何の方なんですか。お綺麗な方ですよ。気になりますよね。お顔が綺麗ですよ ね、 ね、うん、それではご本人をお招きしてお話を伺いましょう。大きな拍手でお迎えください。リルーシュさんです。リルーシュさん、あ、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。お母さんかな。付き添いで出てこないから。通訳さんです。リルーシュさん、よろしくお願いします。初めての TGC いかがでしたか。はじめまして、よろしくお願いします。リルーシュです。ありがとうございます。初めての TGC どうでしたか。这是我第一次来 TGC， 很高兴来参加 TGC， 然后舞台很大，这个是我第一次，我有点紧张。 TGC に参加できることはすごく嬉しいです。ただビッグステージは初めてなのですごく緊張してます。確かにお客さんたくさんいらっしゃいますもんね。リルーシュというお名前は本名ではないんですよね。どうしてこのお名前を名乗っていらっしゃるんでしょうか。我的艺人名字是李露修，来自于我的喜欢的动漫《Code Geass》李露修 Rebellion， 然后男主角是我的英雄，所以我用这个名字。Code Geass 反逆のルルシュが私の大好きなアニメで、主人公のルルシュが私のヒーローであり、芸名にしました。そうなんですね。ルルシュから取ったんだね。からリルシュにしたっていうことなんですね。愛がすごいですね。ね、好きなんですね。そんな中ですね、ご自身のブランドコブマスとアイバロブのデビューコレクションがコードギアス反逆のルルーシュとコラボレーションしたということですが、今回のコレクションはどんな特徴があるんでしょうか。这次官方 Code Geass 李露修 Rebellion 为我画了我的动漫角色，然后让李露修他的朋友苏扎库画穿我的衣服，我的品牌。所以很感谢。今回コラボのポイントはコードギアス反逆のルルシュのオフィシャルチームが私のアニメキャラクターを書き下ろし作られましたし、主人公のルルシュと親友のスダックが私のブランドの服装を着用した書き下ろしも作られました。すごくサプライズと思います。うわ、じゃあもうファンとしてはもう感激ですよね。自分の好きなアニメのアニメに自分の服を着させたみたいなことですから、ね、これすごいいいことですよね。すごいっすね。嬉しいでしょうね。拍手も起こってますね。さあ、コブマスとアイバロブとコードギアス反逆のルルーシュのコラボアイテムの商品情報は今後更新される公式ホームページをチェックしてください。なるほど、はい、お願いします。はい、そしてリルーシュ君は今後日本でどういった活動をしていくのかっていうのを聞きたいんですけど、これ歌を歌ったりとかそういうことされるんですか。いや、歌は歌わないですね。じゃあ踊ったりとか、そういうことかな。ダンスイン、ダンス、いや、ダンスもしない。歌わないし踊らない。踊る暇あったら発明する、そういうことですね。発明するって言ってないでしょ。演技とか俳優さん、いやいや、演技とかもしない。何もしないんだよ、だから。フィギュアでいや。いやいやいや。そういうこと、だから、マネキンアーティストみたいなことですね。マネキンアーティスト、マネキンアーティスト。特に何もしないけど、お綺麗ですっていう。マネキンアーティスト。You are マネキンアーティスト。Yes。Yes! Yes! Yes! こっちが限定してたからね。そう。いいですね。でも今後のね、リルーシュ君の活躍に期待ですよね。ね、楽しみ。マネキンアーティストリルーシュさん、注目してみてください。さあ、ということでリルーシュさん、本日はありがとうございました。